公共放送の公正で効率的な業務遂行を常に心がけ、自らの職責を誠実に果たしてまいりたいと考えております。上田新会長は、就任会見で放送法を遵守する立場を強調しました。 また、受信料の値下げについては中長期的に検討するとしインターネットによる24時間同時配信については総務省の有識者会議の議論を見守ると述べるにとどめともに明言を避けました任期は3年民間出身の会長就任は4人連続で NHK の執行部を監督する経営委員が会長に就任するのは異例です。 問題発言が相次いだ茂木井前会長の後任として受信料制度の改革やインターネット同時配信 4K、8K 放送の実用化などに取り組むことになります。